バネラの奥書と関西つながり TV。 今回は大阪名物のミックスジュースをご紹介したいと思います。ということで大阪の梅田ミックスジュースを買いました。なんとこのお値段170円。こちらはですね、阪神の梅田駅の目の前、改札口の目の前にございます。元祖ということでね、私も早速注文しました。すぐね、気軽に飲めるというところがポイントです。ではいただきます。うん、冷たくて美味しい。ジュースですね。ミルク感っていう感じはなくって、本当に果物のジュースを飲んでるイメージですね。めちゃくちゃ冷たくて美味しい。泡がね、すごいんですよね。すぐね、ミキサーをしてくれて提供してくださります。ぜひ皆さんも大阪に来たら元祖ミックスジュース飲んでみてはいかがでしょうか。レナジだよ。大阪のミックスジュースの文化を釧路の方に知ってもらおうと思い、私は和商市場にてミックス牛乳を企画販売しました。今日はですね、なんと和商市場さんと私秋葉レナのコラボレーション企画ということで、いちご、バナナ、キウイフルーツということで3つの食材を使って釧路の牛乳、四つ葉牛乳のね、本店牛乳を使ったコラボレーションミックス牛乳、全部で4種類楽しむことができる企画となっております。キウイとキウイフルーツ、ね、全て和商市場さんで完熟。完熟甘いんですよこれね。ちょっとこう小ぶりな感じでありますね。はい、誕生日の絵がはい、来ました。どんどん潰していきます。いちご、これがキウイ、あ、ミクサー。今してレナちゃんがバナナ作ってる。バナナ、はい、バナナ。釧路の酪農家で YouTuber の浅野達彦さんも応援に駆けつけてくださり、イベントは大盛況でした。ありがとうございました。